放送席、放送席、そしてファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は野手お二人に来ていただきました。まずは神走塁でした、周東選手です。ナイス走塁でした。ありがとうございます。あの場面ですけども、8回満塁でした。相手の隙を突いたわけですけども、あのあたりは何を考えていましたか？いや、本当に拓也さんが打ってくれることだけを願って、はい、いました。相手のキャッチャーが前に弾きました。あのあたりの判断は？いや、体が、はい、もう勝手に反応したんで、はい、もうそのまま行っちゃえと思って行きました、ね。はい。それにしてもものすごいスピードでしたが。そうですね、まあ、今走ることが多いので、はい、一生懸命走れてよかったなと思います。あのイニングは一塁ランナーの時に牽制球でリクエストがありましたが、正直なところどうでしたか？いや、本当に気類をくれたので、頼むと思いました。はい。確信はありました？いやいや、ちょっとセーフかなと思ったんですけど、はい、リクエストあったのでちょっとドキッとしましたけど、まあセーフでよかったなと思いました。それにしても周東さんの走塁で決勝点をもぎ取りました。走塁でチームに勝利をもたらした、このあたりは改めてどうですか？やっぱり打つ守るだけじゃなくて、やっぱ走塁っていう部分もやっぱ野球にとっては大切な部分だと思っているので、まあ、そういう部分で貢献できたのはすごい良かったなと思います。見事な走塁でした。改めてファンの皆さんに最後に一言お願いします。まあ、明日も試合あるので、はい、頑張りたいと思います。見事な走塁、まずは周東選手でした。ありがとうございました。さあ、続きまして3試合連続のホームラン、通算250号、柳田選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。先制された直後でした。ツーアウトランナーなし、どんな意識で打席に入ったんでしょうか？いや、もういいスイングをしようと、まあ、それだけ考えて、はい、打席やりました。初球でしたよね。まあ、まぐれですけど、はい、まあ、いい打球出てよかったです。手応えはいかがでしたか？芯ら辺に当たったんで、はい、気持ちよかったです。もう柳田さん確信をされていたように見えたんですが、はい、はい、よかったです。これで柳田選手は3試合連続のホームランと量産体制と言ってもいいんじゃないですか？いやー、そんな甘くないんで、また次の1本打てるように準備したいなと思います。そして今日の第12号ホームランはご自身史上69人目250号です。ありがとうございます。まあ、プロ入った時は一本も打てずにクビになると思ってたんで、はい、信じれない数字です。はい、たくさんの方にこの250号というのは報告したい数字じゃないかと思うんですけども、改めて積み重ねたこの250、どうですか？まあ、まだまだこれから、たくさん打ちたいですし、まあ、松田さんから昨日連絡来て、早く250号打てればいいねみたいな、なんか LINE 来てたんで、早めに打ててよかったです。はい、松田さんにもいい報告ができますね。そうですね、はい、また連絡 します。はい、チームは連敗が許されないというところで、今日もしっかりと勝つことができました。改めてどうでしょう？いやー、右京がね、すごい走塁してくれて、本当周東様様です。ありがとうございます。キャプテン柳田選手にかかる期待も大きいと思います。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。
いや今日も、最後チャンスで打てませんでしたし、次はチャンスで打てるように、練習からまた頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーロー周東選手、柳田選手でした。放送席どうぞ。今日のヒーローは周東選手とそれから柳田選手ということでね、2人とも記念の T シャツね、着て、お立ち台に立つということになりました。柳田選手なんですけども、通算250号のホームラン、入団した時は1本も打てずにクビになるんじゃないかなっていうような気持ちもあったというような、ね、お手伝いでの話だったんですよ。どうなんでしょうかね。いやでもやっぱりこうプロのキャリアを始める際にですね、まあ、不安はありますよ。そうですよね。1本もできないんじゃないか、1本も打てないんじゃないかっていうか、はい、まあホームランの前に、ね、ヒット1本ですから、そうですよね、まあ、そのホームランを250回こう回ってるわけですからね、それはもう今通過点というか、はいはい、キャリアの半ばで、まだまだこれから500本でも、うん、目指して頑張ってほしいですね。そうですね、はい、いや積み重ねてきた1本1本のホームランですね、250に到達ということになりました。初ホームランは2012年の8月5日、ここヤフージャパンドームという名前だったんですけども、何ですか、度肝を抜くホームランが多くてですね。そうですね、どうなんでしょうか、ここまでキャリアハイのシーズンが36本ですね、2018年の、はい、まあ、ホームランをもう打球を狙えばもう40以上はいきそうな感じもするんですよ。そんなことないんですか。本人もやっぱりその40という数字は目指してるんだと思うんですよ。そうですか。